残念ですが、もう世間一般に隠しようのないところまで被害が広がってしまっています。今後一層星森への要請は増えることでしょう。任せといてよ理事長。そりゃ最初はちょっと苦労したけどさ、こないだも倒せたし、私らだって学習するから大丈夫だって。そうね、でもますます特訓に励まないと。はい、私も頑張ります。でも大丈夫なのかな、何か今までにない重大なことが起こってるんじゃ。なんだかこの間から心がざわざわする。気のせいなのかな。よし、ケーキ漬けになんかうまいもん食って帰ろうぜ。いいわね、やっぱりカレーかな。私はお蕎麦が。ほらほら、マーリー行くぞ。マリ先輩、なんだか申し訳ありません。送っていただいてしまい。気にしないでいいよ、一人で返すのも心配だし。これでも一応私も星盛りなのですが。うんうん、でもほら、せっかく帰り道が一緒だしね。仲良く帰ろう。は、はい、ありがとうございます。前からお聞きしてみたいと思っていたのですが。ん？何？先輩方はいつからのお付き合いなのですか？私といっちゃんとふーちゃん？はい、皆さん本当にとても仲がよろしいので。私といっちゃんは中学も新地ヶ峰で、ふーちゃんは高校からかな。そうだったのですか？ずっと前からなのかと思っていました。うん、星盛りになったのは私が一番最後で、三人で仲良くなったのは私が星盛りクラスに入ってからだよ。星盛りが繋いだ絆なのですね。私もいつか先輩方のように心許せる友達ができるといいのですが。できるよ、きっと。だって私たちも最初から仲良かったわけじゃないし。そうなのですか？うん、いっちゃんとふーちゃんは会えば喧嘩ばっかりしてた。それを私がまあまあってなだめて。今でもあまり変わっていないようですが。そうかも。でも二人が大事っていう気持ちは前よりずっとずっとずーっと強くなってる。二人と知り合って、私、一人じゃなくなったから、遠くで見てた二人は、とってもキラキラで、眩しくて、少しでも近づきたくて、そばにいると、私まで強くなれる気がした。それに、危ない戦いをしてきた二人を、私が守りたいって思うようになった。いっちゃんとふーちゃんが大切な友達になったから。あーちゃんち、もうそこだよね。はい、ありがとうございました。では私はこれで。うん、バイバイ、また明日ね。はあ、さ、私も帰ろうっと。坂出さん。あなたは。こんばんは。こんばんは。またお会いできましたね。ごめんなさい。
私たらまだ名乗っていませんでしたね。葵です。七島葵。葵さん、今日はお買い物ですか？あの、ええ、それで姿を見かけて思わず声をかけてしまったのですけど、ご迷惑ではなかったですか？そんな、迷惑だなんて全然、むしろ嬉しいです。はぁ、よかったです。何度も助けていただいたのに、きちんとお礼も言えずじまいで。お礼だなんて。ずっと気になっていたんです。今日お会いできてよかった。私も、葵さんがご無事でよかったです。あの、はい？よかったらですけど、お礼に今度ゆっくり。ヒロス？あそこ、人が襲われています。助けなきゃ。葵さんは早く安全な場所へ。でも、目の前のこいつをどうにかしないと。
さ、坂出さん。あ、葵さん。私が、こいつは私が何とか引きつけておきます。え、そんな無茶です。でもあなたが行かないと子供たちが。けど倒すのは無理だって分かってます。だからせめて時間を稼ぎます。早くあの子たちの方へ。坂出さん、今助けられるのはあなたしかいないんです。早く。でも分かりました、すぐ戻りますから。この間からずっと落ち込んでいるわよね。何かあったのか？イロースには勝ったんだろう？ええ、助けた女の子のお母さんたちからは丁寧なお礼を言われたって。じゃあ他に何かあったのか？わからないわ。だって話してくれないんだもの、マリ。はぁ、マリ、何なんだよ。フーちゃん、ちょっとフーラン、なんだよ、イツキだって同じ考えじゃん。それはそうだけど。ってことでマリ、
話せよ、立ちだろ。フーランの言う通りよ、マリ。悩みがあるのなら話してほしいな。いっちゃん、でもありがとう、二人とも。大丈夫だよ、話せばきっといっちゃんもふーちゃんも慰めてくれる。でも私は甘やかされちゃダメなんだ。あの時葵さんを助けられなかったのは私が弱いせい。これは私が自分で背負わないと。今のままじゃ、うん、あ、マリ、ヒロースたちはどんどん強くなってる。そんな状況でもしもいっちゃんやふーちゃんが戦えなくなったとしたら、弱いままじゃ私何もできない。誰よりも大切な二人を守れない。そんなの嫌だ。仕方ないわね。しばらくそっとしておきましょう、フーラン。なんでだよ、イツキ。話はまだ。今は何を言ってもダメよ。でも、マリ、何があったかは知らないけれど、私たちはあなたのことを信じているわ。イッちゃん、ったくしょうがねえな。いつきの言う通りだぞ。だって、あたしたちは三人揃って最強の星盛りだからな。ふーちゃん、ありがとう。やっぱり二人は強い。心も、そして優しい。私は本当に強くなれるの？二人を守れるくらいまで。はあ、マリ。あ、理事長。まだ特訓を頑張っているのですか？あ、もうこんな時間だったんだ。先日から思い悩んでいるようですね。その、わかっているとは思いますが、マリ、あなたが思うように二人もあなたを思っている。それを忘れてはいけませんよ。理事長、あの、私何が足りないんでしょう。星盛りとして特訓も頑張っているつもりです。なのに二人みたいに強くなれなくて。どうすれば、これ以上どうしたらいいんでしょう。守りたいもの、大切なものもこの手で守れない。そんなの星盛りでいる意味あるんでしょうか。力のないものを真珠は選びはしません。でも私は未だに覚醒できていません。やっぱり私が弱いから。いいえ。え、理事長、あなたにはもうその力は備わっています。それならどうして。真の力を発揮できないのは、マリ、あなたがその鍵に気づけていないからです。鍵ですか？そう、その鍵はあなた自身の中にある。それって、これは何？
どうやらイロウスのようですね。マリ、すぐに向かってください。すぐにみんなも向かわせますが、十分に気をつけて。今までのものとは少し様子が違うようです。え、あ、いっちゃん、ふーちゃん、みんな揃ってるみたいね。なんかでっかいのが出たって。うん、理事長はね、正気のイロースの大量発生かもって。うげ、マジか。冗談じゃないわ。それでね、この先の山が発生源じゃないかって。つまり奴らのアジトってわけか。ここを潰せば一発ってことだな。でもなんかね、いつもと違うって。確かに正気が今までにないほど濃いものね。とにかくいつまでもここでこうしてるわけにもいかないわ。よし、気を引き締めて一気に叩こうぜ。はい。大丈夫かな、できるのかな、私たちに。とにかくやるしかないのよ。ああ、私ら以外にはできないんだ。大丈夫だって、なんとかなる。だって今までもそうだったろ。そうだよね、きっとふーちゃんやいっちゃんとなら。行くぞ。え、これって、うけ、なんだこの数。こんなにたくさんのイロース一体どこから。正気もとても濃くなっていますね。あれ見て、あそこ正気のイロースがいる。しかも大きい。多分今まで見た中で一番。すみません、この正気の中では私たちはこれ以上近づくとまともに動けそうにありません。そう、無理はしないで各自できることをやりましょう。マリはどう？私はまだ大丈夫だけど。じゃあ一緒に残ってもらえるわね。うん。そういや、あっちにピクニックロードがなかったか。あります、ハイキングにちょうどいいコースだと有名で。ってことはまだ人が残ってる可能性もあるよな。そうね、朝みんなで手分けして逃げ遅れた人がいないか確認してちょうだい。わかりました、行ってまいります。これを、この数のイロースをたった3人で。大丈夫だって、ただ数が多いだけだ。ふーちゃん、でももしも葵さんの時みたいになっちゃったら。誰かいますか？大丈夫ですか？危ない！
すごい。もう大丈夫。怪我はない？はい。向こうの方が正気が薄いから、あちらの道から逃げて。あなたは？私は、星森なので。星森。あの、ありがとうございました。どういたしまして。早く逃げてね。よかった。こっちにはもう人はいないみたい。先輩方、頑張ってください。何なのこの数。ああもうキリがねえな。大丈夫か？平気。次来るわよ。しぶとい奴らだったぜ。なんだろう、ざわざわする。マリ、どうかした？うん、なんか怪我でもしたか？そうじゃなくて、あっちの方。あっち？山の上？すごく嫌な感じがする。そうか？別に何も感じないけど。そうね、私も特には。でもマリが感じるなら行ってみましょう。マリ、うけ、なんだこいつら。これイロスよね。でも今まで飛ぶのとかいなかったよ。新種ってこと？とにかく私らが何とかするしかないだろ。そうだよね。でもベルイロースだなんて、どう戦ったら。えい、一か八か、行くぞ。爪とくちばし、攻撃来るぞ。気をつけろ。翼の風も十分脅威ね。未知のイロース。でも何かどうにか対処法を見つけなきゃ。こいつの弱点は何なのかしら。ローガは鼻っ柱をぶっ叩くんだけどな。
飛んで逃げるからそこまで攻撃が届かないわ。こっちも飛び道具ってか。そんなもん石でも拾って投げるか。フーラン、捨て鉢にならないで真面目に考えてよ。考えてるよ。でも何もないんだからしょうがねえだろ。いっちゃんもふーちゃんも混乱してるんだ。私も何か考えないと。でもあ、飛んでるから攻撃が当たらないの。翼引きつけて一気に羽を狙うのはどうかな。そうね、いい考えだわマリ。ああ、なんとか動きを封じねえとな。こうなったらフォーメーション攻撃やりましょう。でも私どうしよう、自信ないよ。今の私の攻撃力じゃきっと太刀打ちできない。大丈夫、これまでも成功させてきたでしょ。けど今までのとは。これまで以上に危険なのは分かってる。でもやるしかないんだ。マリならできる。ふーちゃん、お願い、マリ。いっちゃん、私逃げるの。二人ができると言ってくれているのに。嫌だ、この二人からの信頼を私裏切りたくない。分かった、やってみる。行くぞマリ、イツキ、叩き落としてやる。そうよ、私たち星守がイロースに負けるわけにはいかないんだから。まだだ、とどめ刺すぞ。でやー
だこの攻撃。電撃なの？体がしびれてる。そんな、ルちゃんたちがあっさり。負けるか！まだまだ！水槽があるから気をつけてねってどうしても言えなかった。そのせいで大切にしてたメダカをなくしてしまった。大切な相手を守れるようになりたくてわし盛りになったのに。早くあの子たちの方へ。坂出さん、今助けられるのはあなたしかいないんです。守れなかった。私が弱いから。私のせいで、いっちゃんとふーちゃんを守れない。そんなのは、いやー！いやー！私が倒す。この奴に、絶対、絶対に、大切な友達を、傷つけさせたりしない。マリ、無茶だ。マリ、まだ。Yeah!
やっぱり私じゃ歯が立つわけない。当然だよね。あのいっちゃんや最強のふーちゃんでも勝てない相手なんだから。いっちゃん、ふーちゃん、ごめんね。こんな私と一緒に戦ってきてくれたのに、ごめんね。私がもっと強ければ二人をちゃんと守ることができたのに。私じゃ勝てないや。私じゃ今私諦めてた。今だけじゃない、いつもいつもいつも。さすがは最強の星盛りですね。うん、本当憧れちゃうんだよね。マリ先輩も憧れておられるんですか？うん、だって星盛り自慢の二人だもん。私は二人のことをずっと後ろから追いかけてた。憧れていたから近づければいいなって思ってた。でも心のどこかで私は二人と同じ場所に立つことを諦めてたんだ。どうせ私なんかって、私自分のことを信じてなかったのかな。ダメだって、やっぱり私は強くなれないんだって、弱さを言い訳にして大切な人たちを、大好きな友達を失うことを受け入れちゃってたの。それじゃあ強くなれなくて、大事なものを守れなくて当たり前だよ。力のないものを真珠は選びはしません。あなたにはもうその力は備わっています。真の力を発揮できないのはマリ、あなたがその鍵に気づけていないからです。私の鍵？そう、その鍵はあなた自身の中にある。私自身の中に。あの、ありがとうございました。助けていただいて。葵さん、でも私、私は、何があったかは知らないけれど、私たちはあなたのことを信じているわ。いっちゃん。ああ、そうだぞ。だって私たちは三人揃って最強の星盛りだからな。私のことを信じてくれていた。その中でも二人はどんな時でもいつだって私のことを信じてくれてた。それなのに私が一番私を信じてなかった。心の隅で弱い自分を捨てきれてなかった。神樹様は全部お見通しだったんだね。
マリー？もう、これ以上、二人を傷つけさせはしない。誰にも、イロースにも、弱い、私自身にも！マリー。迷わない。私を信じるよ。りっちゃんとふーちゃんを、大切な友達を、守る力が私にはあるって。いやー、この光は、これって真珠様が認めてくれた。マリ、いける。今なら私何にも負けない。ははー、私たちも。ああ、マリがあんだけ頑張ってんだ。やってやるよ。はあ！いっちゃん、ふーちゃん、行こうよ、マリー。うん。白なんだな。あ、うん、そうみたい。とっても似合ってるわよ、マリ。ほんと？ありがとう。これで名実ともに3人で最強の星盛りだな。もうどんな敵が来ても負けないわよね、マリ。やっと私も二人とお揃いになれた。これで平和が取り戻せるんだ。真珠、これで終わったのでしょうか。何か嫌な予感がします。感じる、これまでにない大きな悪意を。